カリスマ和人というね、コミュニケーションメイク講座についての、まあ、詳細ページを作ってます。これずっと一旦ちょっと流していきますね。まずどんなことをするかという3本の大きな流れがありまして、一番最初は正しいメイク知識と自分でできるメイク術を学ぶということで、これもですねプロの知識を凝縮した資料もご用意して、そちらをですね当日お渡しします。でこれでですね、まあ、あのお家に帰ってからでもね、その資料を見ながらでも結構、いろいろとね学べるということになってますんで、これ大体約1時間ぐらいかけてですね、いろんな悩みに対応できるようなね、そういう技術を学んでいただきます。それから、僕のこのオリジナルの特徴であるノータイプ別のメイクについて学びます。人はですね、そのノータイプ、どの脳を優先するかによって、美容でもそうですし、メイクの見方、感じ方、それから自分のやり方が全て違います。そのノータイプを、まず自分のノータイプは何かということをですね知っていただく、この診断もさせていただいて、そのノータイプに応じて、このノータイプであればこういうメイクをしたら間違いないよというね、お似合いであったり、するようなメイクがあるんですね。でそこをですねしっかりと学んでいただいて、同性にも異性にもですね好かれるようになるようなメイク、こういうメイクがあるわけです。ここら辺をしっかりと学んでいただく、これがまず1時間、1時間でね。で最後のそのステップ3はですね、最後の1時間はこのメイクを通じて究極のコミュニケーション術を学ぶって書いてますように、要は印象学と人相学と、それから心理学、脳科学、コミュニケーション学を融合したこのメイクアップの講座なので、結局こういうメイクをしているような方の傾向というのは、こういう言動、こういう言葉書きをしてあげるとすごく、理解していただきやすいし、親近感が湧くというかな、要はその信頼感がこう増していくわけですね。だから良好なコミュニケーションを構築するような、そういうふうなスキルっていうのを、実はこれメイクアップとはまた別のね、講座になりますが、これもですね入れてます。だからこの3つの3時間のこの講座っていうのは、もういいとこ取りをしたものをガッとこう凝縮してますんでね、ぜひ、この講座、初めてこの、3つの講座をやります。はい、これはどんな方々におすすめかということになりますが、アラフォー以上、ね、僕の講座はですね、大体38ぐらいから上の方がいいかなと思ってます。アラフォー以上の方で、起業をしている人とか、これから考えている人、それからアラフォー以上の方で現状のメイクとか美容とかお仕事に生かしたい人で、アラフォー以上の方でメイクとか脳科学、心理学、コミュニケーション学に興味のある人、すでに美容メイク関係のお仕事をされている方で、新しいスキルを手に入れ仕事にしたい人、それからいいご縁を引き寄せ良好な人間関係を構築したい人で、メイクを通じて集客や売上アップに興味のある人と、こういったことをね、これずっと詳細ページに書いてますんで、こういう方々が対象になると思いますんで、ぜひね、一度ご覧ください。で、この講座は7月21日の日曜日1時半から4時半です。そして参加費用がなんと、これがまたリーズナブルというか、この金額でこれだけのことをやっていいのかというふうにして、受講生の方々にも言われそうですけども、税込みっぽくね、税込みでちょうど1万円と、ね、本当にすごい、充実した内容になると自分で、自負しております。でただこの内容が濃いので、一人一人こう対応しながらですね、やりますんで、たくさんの方々に参加していただくことができないですね。もうできても7人ぐらい、もう一人一人このノータイプを審査して、個別にですねいろんな対応もしながら、そして、一人一人の対応を見ていただくという時間も設けてますんで、7名限定ということでさせていただきます。なのでぜひ、お早めにお申し込みください。もう7月21っていうともうあっという間に来ますからね。それから参加者限定のプレゼントとして、僕のこの、著書ですね、決め手は1ミリ美眉メイクという著書と、小冊子をプレゼントをさせていただきます。これは参加者限定のプレゼントでございます。はい、今までね、いろんなコロナ禍前には、こういう新大阪、もしくは名古屋とか富山で、
ここ最近は静岡とかね、いろんなところで、この講座もしていきましたけども、内容はもっとブラッシュアップして、今本講座ってやってますけども、その本講座の中の中身をどんどんこうブラッシュアップしてますんで、それを凝縮した内容が今回の内容です。だから今までにない内容になってますんでね、ぜひぜひご覧くださいと。